令和2年3月26日、阿蘇に春の訪れを告げる野焼きが草千里ヶ浜で行われました。草千里ヶ浜の野焼きをするのは、牧野を管理する牧野組合員と野焼支援ボランティア、そして自衛隊 OB など総勢125名で、今年から南阿蘇村の牧野組合も参加しました。阿蘇市からの挨拶の後に、 今回参加する南阿蘇村の木良誠一村長が、阿蘇の方と一緒に野焼きができることを嬉しく思いますと挨拶しました。当初野焼きが予定されていた2月末から悪天候の影響で4回の延期を経て、この日午前10時に草千里ヶ浜の63ヘクタールの草原に火が入れられ、勢いよく燃え上がった炎は、 広大な草原を真っ黒な大地に変えていきました。隣接する阿蘇火山博物館の周囲にも火入れされ、野焼支援ボランティアが火消し棒を使って炎症を防いでいました。駐車場にはたくさんのカメラマンや観光客も訪れ、盛んにカメラのシャッターを切っていました。